当店で取り扱っている軟骨用ピアッサー、ピナックを使って説明していきます。中には説明書とピアッサーが入っています。パッケージには注意書きとアフターケアについて記載されているので、しっかり確認しましょう。パックの中からピアッサー本体を取り出していきます。取り出す際は軸の先で怪我をしないよう気をつけて取り出してください。ピアスを開けたい箇所にペンで印をつけます。小さめの点のような印がピアッシングしやすくおすすめです。ペンで印をつけたところにピアッサーをセットしていきます。ホールが斜めにならないようにまっすぐ平行になってるかしっかり確認します。セットできたらグッと奥まで差し込みます。キャッチにしっかりはまっていることを確認してから焦らずゆっくりピアッサーを外します。ピアッサーを外側に引っ張っても外しにくいときはキャッチを固定しながら外してみましょう。ピアッシングが完了するとモチーフ側のプラスチックが外れます。キャッチ側には下へ向かって隙間が開いてます。ピアッサー本体は上に、ピアスは下に、隙間に沿ってずらしていくと外れます。ファーストピアス期間中はホールを清潔に保ちましょう。ホールに触れるときは手をきれいにしてください。弱酸性の石鹸で泡立てて優しく洗浄します。消毒液は刺激が強く治りが遅くなるので避けます。安定したかなと思ってから1ヶ月は様子を見てファーストピアスは外しましょう。軟骨用はモチーフ側に向かうにつれて軸の長さが太くなります。そのため途中までで止まってしまう時もあるので必ず最後まで押し込みましょう。